公務員試験予備校のキャリサポです。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。大学ラボのまいこです。うちです。本日はですね、官官同率の受験についてちょっとお話ししようかなと思います。はい、で、なんでかっていうとですね、関西圏というか、まあ、西日本に住んでると結構官官同率って受験するのって、まあ、すげえメジャーだと思うんですけれども、東日本だとですね、官官同率受ける子って全然いないんですよね。いない。いないですよね。誰一人いなかった。受けようっていう気にならないんですよね、うん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 、選択肢に入らないので、はい、ただ僕は四国とあと福島で塾の講師をやってたんですけど、なので関東っていうか神奈川で塾講師の歴もすごい長いので、うん、一応どっちの経験もあるので、カンカン同率って結構魅力的だよなと思うので、ちょっとそこの話をしようかなと思います、はい、なので今日は東日本の方にですね向けております。はい、はい、まずはですね、じゃあカンカン同率受験するメリットというか、うん、まあ、すごくいろんなメリットがあって、でその中でもですね、一番いいのはですね、もう何においても受験しやすいっていうところに尽きるんですね。すっげーカンカン同率で受験しやすいんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。マイムさんが言ってた立教大学で考えると、はい、受験地って2箇所になるじゃないですか、うんうんうん、新座と池袋のキャンパスで受験っていう感じになるわけですね、はい、で他の大学もまあそんなに多くはないわけですね、うん、でもですね、カンカン同率って大体ですね、どこの都市でも受けれるんですよ。いやー、まあ上は札幌、下は那覇まで、関西大学だとそうですかね、うんうん、だったりするので、めちゃくちゃ受けやすいですね。なので、まあ、そういったところでですね、東日本に住んでても別に普通に受験できるっていうところですごく魅力的だなと思っています。はい、そういったところ、まあ、受験地がすごく選択しやすいっていうところが一つと、うん、あとはですね、受験方式とか試験時代の特徴がですね、マーチほどめちゃくちゃじゃないっていうことです。例えばですね、立教大学の例に出しちゃって申し訳ないですけど、全然全然、立教大って結構英語に関しては英検使わなきゃいけないとか、まあ、結構今これ最近のトレンドですけど、うんうん、これを受けるためにはこうしなきゃいけないとか、あと青学とかだとなんかすげえやたら全部英語で書いてある政経みたいなの受けなきゃいけないみたいな感じで、なんか結構割と特徴的な受験が多いんですよね、マーチって、うんうん、なんですけど、カンカン同率の場合はそんな変な受験はあんまりないですし、あとはまあ受験の方式的にもそんな英検がないと受験できないみたいな、そういうのはないっていうところがあるので、うんうんうん、マーチよりも受験しやすいっていうところはすごく魅力的だなと思います。うん、であとはですね、受験難易度としてはですね、まあ、偏差値で考えるとマーチよりも下がるわけですよ。全体的にはマーチよりも偏差値はカンカン同率の方が下がるけれども、同格と扱われる。そうですね、マーチかカンカン同率かみたいな感じですからね。東はマーチだし西はカンカン同率っていう感じで思うわけですよ、うん、でそれ別に東日本に住んでても思うので、うんうん、ってことはですね、コスパいいんですよね。あ、受験しやすいでしょ、難易度も下がるでしょ、うん、でも同格だよねっていう感じで考えると、すげえコスパいいっていう、うんうん、ところを考えるとカンカン同率すげえ受験しやすい。なるほど。で受験しやすいしコスパがいいっていうところが、まあすごく魅力かなと。うん、で東日本からカンカン同率受験して、じゃあカンカン同率で勉強するぞっていう風になった場合、うん、大体一人暮らしになると思うんですけど、うん、その場合のネックとしてなるのが家賃。あ、家賃かかりますよね、うん、で例えば私が塾の教室をやってた福島とかだと、はい、まあ、大体こうマーチとかそっちの方に行くわけで、うん、そこで今比較するわけですよ。カンカン同率と東京近辺どっちの方が家賃高いのかなという風に比較するんですけど、まあ、カンカン同率、まあ、大阪付近の方が全然家賃安いんですよね。あ、 そこがすごく魅力的かなと思います、うん、なのでマーチとかに実家から通えない人、まあ、だから東北とかあるいは北海道とかに住んでて、うん、でマーチかカンカン同率どっちにしようかなと思うのであれば、カンカン同率結構家賃的にはいいよなと思うんですよ、ね、結構これ変わってくるんでね、うんうんうん、大阪の家賃平均って大体6万ぐらいなんですけど、まあ、東京8万にいきますから、ね、あ、そうすると、ね、結構違うな。結構違うんですよ、うん、なのでそこら辺もまあ割とこうメリットとしてはあるのかなと思いますね、うんうん、選択肢としてあとよく言われるデメリットとしてはですね、うん、東京じゃないのは嫌と東京で勉強したいんだ、東京で遊びたいんだと思う子が結構いるわけですね、うん、はい、でもそんな東京住んでるけどそんなか別に大阪も大阪で楽しそうだけどなと思う。なるほどな、うん、まあこれ人によるでしょうけどね。もう絶対東京が良かったですから私は。あ、まあね、でも観光でいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、でそこはね価値観ですけど、まあ、別にそんな東京じゃなくてもいいんじゃないかなと思うんです、まあ、確かに大阪もめちゃくちゃ楽しいから。そうですね、うん、大阪京都滋賀とかそこら辺もありますけど、うん、まああのねすごい、いや別に東京と比べてあれかなとは思うので別にここはあんまりデメリットとしてあげなくていいから、大学の選択する上ではその東京じゃないから嫌っていうのはデメリットとしてしない方がいいかなと思います、うん、はい、あとはですね、東北の親御さんによくあるのが地元から離れるのが嫌っていう
ね、確かに中学高校とかが地元の人は、うん、みんなやっぱ地元の友達が多いとか親から離れたくないとか結構いますよね、うん、そうですね、うん、よくあるのがですね親御さんがよく言うことで、うん、関東じゃなくて東北の方ね、うん、東京だったら割とこうすぐに帰れると、うん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 、大阪とか関西圏ってわからないしすぐ帰れなそうだからすぐ対応できなさそうだからそれは親元から離れるのがだってか親御さんがその子供をその遠くに行かせる西日本に行かせるなんてとんでもないっていうような価値観が持ってる方が結構割といるんですよね、うん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 、でそういう方にちょっと思うのがですねあんま変わんねえぞと思うんですよね何かっていうと東京行くのも大阪行くのもあんまりその時間的にはそんな変わんないと思うんですよ、うん、何かっていうとどちらにせよだって飛行機使えば変わんねえからっていう話だし、あとは帰省するのが大変っていう場合もあるんですけど帰省するのにそんな変わんないので、うん、なのでそう考えるとですね東北とかに住んでてもですね別に大阪に行くのが地元から離れすぎるっていうことはあんまりない、うんまあ、距離的には離れてるけど別に時間的に考えると別にそんな変わんないので、うん、あんまそこもデメリットとして挙げる必要ないかなと思ってます、はい、あとはですね関西圏は治安が悪そうだから嫌っていうのをちょこちょこ聞くんですね、うん、お前渋谷行ってみろと夜の渋谷行ってみるとめちゃくちゃ治安悪いぞと思うしあとはね個人的な経験ですけど慶応生でしたけど、うん、よく早稲田の子と遊んでたんですよ、はい、よく高田の馬場で飲んだくれて寝てたんですけど、うん、ってことを考えると東京はそんな治安良くないよね、うん、多分大阪と東京別にそんなどっこいだよなっていうのを思ったりするので、うん、まあなのであんまり治安が悪そうだから嫌っていうのもあんまりデメリットにしない方がいいんじゃないかなと思います、うん、なのでまあそこら辺はですねあまりこうカンカン同率に行きたくないっていうのを理由にですね、まあ、東京じゃないから嫌とか地元から離れすぎるとか、まあ、治安が悪そうっていうのはそこら辺はですねあんまり考えなくていいんじゃないかなと思っているので、うんうんまあ、そういうのはちょっと一旦度外視してですねカンカン同率受けてみればいいかなと思っております、はい、ただですねガチなデメリットもあります、はい、カンカン同率の学生的なガチなデメリットとしてはですね就活には超不便というところがあります、うん、何かというとですね、まあ、大体その就活する上ではですね東京とかでこう面接することが多かったりするわけですよ、はい、でそのためにですね東京に行かなきゃいけないとかになるとですね結構大変かなと思いますね。うんまあ、そこら辺がちょっとガチなデメリットかなと思いますね、うん、でも私の時は、はいはいはい、ちょっとコロナも入ってたんですけど、うん、その時は結構リモートで面接っていうのが最後の方まであって3次面接まであって最終面接だけ東京の本社とか あ、はいはいはい、あとはもう関西の学生向けに関西でも面接開かれてるとか、うんはいはい、結構大手だとそういうこともあるん で、 そうです、ね、あの今は結構まあ東京本社だけに限らないのかなと思うんで、うん、だいぶ柔軟に対応してくれるかなと思います。ああ、そっか。まあそうですね、うん、まあそっか、リモート面接がある場所であれば、うん、それは全然いいかなと思います、ね、結構今リモート面接増えてるんで。そうですね、1次2次面接ぐらいまではありますね、うんうん、だ最終面接とかあとはそのイベントとかですかね、就活のイベントとかはまあ結構東京で開かれることが、まあ、大阪でもあるとは思う、うんうん、そうですけど結構その東京で開かれるっていうのが多かったりすると思うので、うんまあ、そこら辺に関してはちょっとデメリットといるんじゃないかなとは思うところですね、うんうんはい、とはいえ所詮1年2年ぐらいの話なんでうん、なのでそこら辺を度外視にするとですね、まあ、全然その関東とか、まあ、東日本に住んでてもですねカンカン同率受けるっていうのはすごく選択肢としては全然悪くないんじゃないかなと、はい、むしろ受験戦略を考える上ではすごくいいんじゃないかな。マーチ受かるかなどうかなと思うところで一旦ちょっとカンカン同率もちょっと見てみようというのは全然ありかなと思うので、うんまあ、ぜひそこら辺のですね選択肢に入れてですね受験してもらえればと思っております、はい、本日はですね東日本の方に向けてですねカンカン同率のですね、まあ、ちょっと受験いいぞという話をちょっとしてみました、はいまあ、これからどこの大学受けるかなっていうのを結構考えていく時期だと思うので、まあ、その中にですね仙台で関西大学受験してるじゃんっていうのを見てですね、うん、でそれでぜひ受験の戦略を立ててもらえるとですねすごくスムーズになったりするかなと思うので、うん、ぜひそこら辺ちょっと見てもらえたらいいかなと思っております。はい、この動画が参考になったなと思ったらいいねとチャンネル登録もお願いします。それでは皆さん受験の方頑張っていきましょう。頑張りましょう。